皆さんこんにちは。仕事で人生を輝かせるコンサルタント、株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログは、次から次へと結局楽にならないというテーマでお届けいたします。先日約2年ぶりにクライアント先の社長にアポを取って訪問しました。この社長とは10年以上前からの付き合いで、数年に1回ほど社長に新たなコンサルティング提案をしています。一番最初にコンサルティングを行ったのは、この社長が起業して5、6年目の頃だったと思います。コンサルティングの内容は、コンスタントに受注できるようにしたいということでした。営業戦略を立案して、ホームページ、ニュースレター、名刺、会社案内などの営業ツールを作成しました。これを約1年かけて行いました。その後もスポットでコンサルティングの依頼をいただいていたのですが、今回は私がぜひ提案してほしいとアポを取ってお伺いしました。アポを取った理由は、営業力強化のコンサルティングプログラムを提案するためです。私は忙しい時期と暇な時期があり、仕事をコンスタントに受注できないのではないかと推測していました。ところがこの推測は大きく間違っていました。私の提案を聞き終わると開口一番、長谷川さんのおかげで仕事がコンスタントに受注できるようになったんだよね、だから営業のコンサルティングは今のところ用事はないんだよねと言い、ところが一つ課題をクリアするとまた別の課題が出てきたんですよと、課題はなくなることはないですからね、企業規模が大きくなれば課題もそれだけ大きくなるんですよと私は伝えました。今日の本物の商売を目指すポイントです。コンスタントに仕事を受注できるようになれば会社の悩みのほとんどはなくなると考えていました。そして経営が楽になると思っていました。ところがそう簡単にはいきませんねと、この社長。実は私もこの社長と同じように営業がうまくいき、受注量を確保できるようになれば経営の悩みはほとんどなくなると思っていました。ところが受注すれば受注するほど利益が出れば出るほどまた次の課題が現れます。正直言ってこの繰り返しです。さて、この社長の悩みですが、仕事の受注量がコンスタントにあり、従業員も増えました。そして従業員が仕事をするのに手狭になってきたので、新たに土地を買ってそこに工場を建てる計画を打ち出しました。ところがこんな時に限り、右腕だった従業員が辞めたり、従業員が独立したりと退職が続きました。これでは何のために新しい工場を建てるのかわかりません。そうです。新しい課題とは、どうしたら従業員が辞めなくなるのかということでした。私は営業力強化の提案をしに伺ったのですが、そのようなニーズは全くなく、むしろこれ以上仕事を受注したらこなせなくなり、お客様に迷惑がかかるということだったんです。この会社の最初の課題はいかにして受注を安定させて利益を得るかということでした。それが実現した今、いかにして社員が辞めない組織を作るかに課題はシフトしています。これは組織が成長している証拠です。組織は規模や業種によって課題は異なります。まず、どのようにして仕事を受注するのか。2番目に社員の採用。3番目にどうしたら社員が辞めなくなるのか。4番目は組織化。5番目は社員教育と評価基準。そして6番目は後継者問題など、おおよそこのような順番で課題は顕在化します。とにかく経営に関する悩みは尽きることはないでしょう。ということは、経営者は悩みイコール課題を解決する仕事を辞めるわけにはいきません。むしろ経営者の仕事とはまさにこのことです。これを厄介だと思うのであれば、経営者には向いていないのかもしれません。経営者であれば、問題や課題を前向きに捉えて、積極的に解決することが重要です。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。仕事で人生を輝かせるコンサルタント、株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之でした。